んにちは。どうぞ。ネタの子です。土足とあれがないんで、どんどん来てください。じゃあ土足のままお邪魔します。こっちがリビングです。大きいソファーと、一人でも楽しめるソファーがあります。あとは奥にベランダがあります。どうぞ。おお。天気がいつもこんないいんですか？いつも大体こんな感じですね。これから寒くなったり雨降ったりすると思うんですけど、今は半袖でもですね、昼間は空いてて、夜でもそんなに寒くないんで全然いけます。ベランダでリラックスとかするんですか？いや全くです。使ったことないです。引っ越してきて何日目ですか？引っ越してきて2週間ぐらいですかね。ソファはいつもどこに？いつもここです。ここが、まあ、ここです。ここで昼寝することもあるんですか？しますね。ライオンと一緒にこういう感じで。これライオン強烈じゃないですか？もともとあったんで理由は定かではありません。その一人用の VIP 席は使うんですけど、こうすると座り心地結構悪いんで、なんか何やかんやこういう感じ使ってます。で、テレビで持ってきてもらったプレステ5です。非常にいいです。これをスーツケースに入れてきてもらって、無事に壊れてなかったんで。よかったです。一応トレーニングするんで、サッカー選手。どんなトレーニングするんですか、これで。ピラティスを。ピラティスやってるんですか？OL みたいな今言い方で。ちょっと恥ずかしい。こっちが荷物置きです。テーブルじゃないです。持ってきた荷物が上にあるから荷物置きになってるけど、普段は片付いてますよね。片付いてますけど、一回も使ってないです。ご飯は？ご飯はそこで食べます。あ、こっちで食べるんだ。これがカウンターテーブルです。こっちもさっき初めて座りました。それ以外使ったことないです。ヒーターですかね。ついてます。まあ、エアコンがついてるんで、多分使わないです。エアコンついてるんだ。あ、本当だ。めちゃめちゃでかい時計です。おしゃれですけどね。ちょっとでかいですよね。こっちが冷蔵庫です。こんな感じで、ポテチです。食べてないですけど、全然。なんでポテチ入ってますか？たまにはやっぱ、そんなに食べてないです。で、電子レンジですね。綺麗、おしゃれ。意外にもボタンここなんで。大貫さんも迷ってました。で、オーブンですね。初めて触りました。これも使わないと思います、今後。オーブンを使ったご飯を作ってくれる人は？私たちです。ぜひお願いします。ここはキッチンですね。使ってないです、まだ。ちょっと水流してぐらいです。IH ですね。使い方はわかりますか？使い方は、はい、やりました。こうして、あともうここをして、あ、ここ。あ、ここをして、あとは、こう押して調整する感じですね。完璧じゃないですか。簡単です。ここでご飯作ってくれる人は募集中です。ぜひ。物入れないと足りないですかね。これで一回皿とかを割ってしそうなんですけどね。確かにそう、雰囲気はあるよね。これで、まあ一回できてるんで、多分これで大丈夫です。こちらで。じゃあ、一回玄関に戻って、トイレですね。シャワーが一緒になってます。
扉を閉めようと思ったんですけど閉まらないもっとバーンと押したら閉まるんじゃないの。いや、意外と誰か来た時にはもう非常に難しい。開きっぱの状態で、しかも見えてるんで。セクシーですね。はい、玄関入ってすぐ。確かに。でもまあ、綺麗ですね。白色で。ここに置いてあるものはこだわりありますか。こだわりは特にないですね。全部日本から持ってきたものですか。日本から持ってこようと思ったんですけど、保安検査場何ミリ以上も運べないっていうのはほとんど引っかかってアマゾンで買い直しました。アマゾンポルトガルはないんですけど、なんか日本から送れるやつがあったらしくて、もうこれぐらいですね。これは好きです。匂いが。これがポルトガルで買ったパンテン、そう、ニベアですね。ボディソープです。で、これがボディクリーム、シャワー浴び終わった後のクリームですね、はい、手洗う。あとは歯磨き。保安検査場で引っかかったということは手荷物に入れたということですか。手荷物に入れました。それはアホですね、はい、戻って入れ直すか渡すかで、でもいいやと。入るのにも時間かかったのにまた戻んなきゃいけないんで、まあじゃあほぼ新品で、持って帰りました最後はこちらですね。で、ここはクローゼットに入ってます。誰のか分かんないですし、使いません。ほぼ開けたことないってこと。最初来て開けたぐらいですねこっちも今度タオルあるんで。タオルが綺麗に畳まれてますね、はい、これ元々っすね。誰か住んでたんですか。じゃあここ住んでました前、選手が。で、こっちがまずは寝室です。第一寝室ですか。まさかの第一寝室こっちも同じ感じで。収納スペース豊富だな。そんな荷物ないんで結局使わないですね。これ気になる音が鳴ります。周りから可愛いですね。何の音かもわからないですエアコンもついてます。部屋にポルト来たらここ泊まれますか。誰でも1泊1万で泊めます。ちょっと高いですね。ここは普段使ってるスペースになります。ここにもトイレもあります。洗面台もあり、こっちは湯船があれですね。壁がないんでシャワーは絶対ありえません。でも広いですね。広いですね。まだ使ったことはありません。まだ湯船入ってないですか。はい、ホテルでは入ってました。食べるのめんどくさいですか。シャワーここまで来るのはめんどくさい。確かに確かに。エアコンもちゃんと夏つけました。全然もうつけなくてもいけるぐらい。クローゼットがあってここは自分の服が入ってますね。結構持ってきたんですか。まあぼちぼちっすね。こんな感じですね。え、少ない。少ないですか。寒くなったら厳しいぐらいですかね。え、日本でもこのぐらい洋服。いや、全然もっとあります。もっとあった。かわいい。6個で5ユーロぐらいですかね。高くない。これなんですか。これはユニクロの L サイズ。誰が貼ってます。全然気にしない。初めて気づきました半袖とか半袖はここら辺が使いやすいかなと思って。これスパイク。これはスニーカーとフットサルシューズってですかね。スパイクはもうクラブハウスの。こっちもスパイクがあって。スパイク買ったんですか。ボタンついてました。で、ここも自動に開くので。え、サンダルでいいっすよ。これが窓からの景色ですか。はい、そんなに良くはないです。エレベーターの仕組みはやっぱこっちは1階が0階になるんで説明するの難しいです。2階の1階っていう、2階なんですけど1階の2階、1階だけど2階の雰囲気があるんですけどって感じですね。こちらは初めて開きました。光入れないの。朝真っ暗ですね。向こう行ってリングを開けて。これバイク乗ってます。全くですね。今と使いたいですね、いずれ。でもまあ使い方わかんないんで。テレビちっちゃいですね。こっちの部屋で見ることあるんですか。こっちはないですね。リックスあんまりかっこよくない。
それ何用ですか？普段移動でこれ使ってくださいっていうので、自分もリュック持ってきたんですけど、日本と違ってこう配られて移動用がね。ちなみに枕は2つありますけど、いつもは、こっちしか使ってないです。この隣のこっち側のベッドは、はい、お待ち中ということで。お待ちします。スーツケースもいっぱいありますね。荷物持ってこなきゃいけなかったんで、これ初めて使ったんですけど、初回でこんなにボロボロになりました。だいぶショックです。確かに結構汚れたね。てかへこんでるもんね。へこんでます。ここ伝わるかな。結構ショックです。これショックだな。一人で3つ持ってこれたんですか？じゃあ預けて、こっち 手荷物。これはいつも試合で使ってたやつ。ダゾーンでよく見る相棒ですか？そうっすね。とっても色変えれるやつなんで、タイヤとかも。タイヤも最初買った当初青好きなんで、青っぽい水色っぽいやつにしたんですけど、天使からの評判悪くてやめました。小ネタです。はい。間取りは？間取りは 2L ですよね。 2L にもっとある感じに見えるけどね。そうっすね。ポルトガルは寝室が多いらしいっすね。寝室多いらしいっすね。2つあるのが普通みたいな。つまり家賃は？家賃は1,500万ユーロ。あ、じゃあ間違えた。でもまあポルトは多分高いんで、他のところより綺麗なんで嬉しいです。以上でルームツアーでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。